はい、どうもベレスパ栄えていると思います。ハイハツアパワフルサッカー杯のベンチ用の選手作っていきたいと思います。デッキの方は柴原アグエロ K で、フワ青の、星宮、この6人でいきたいと思います。でパッチの方はマジシャンズハット、こちらを持ち込んでやっていきましょう。はい、そしてアイテムの方はパードリとマネキネコを持ち込んでおります。ではやっていきましょう。まあ、今回ね、パワフルサッカー杯は、普通にスタメンの特攻も大事なんですけども、ベンチ用の選手もかなり大事になってまいります。まあ、その動画もね、撮ったので、詳しくはそちらを見ていただきたいです。うん。で、今回のパワフルサッカー杯は、おそらくですけども、ヘディングで稼ぐという、パワフルサッカー杯となります。なので、まあ、今回ね、ブラストヘッド、で、スマッシュヘッド。あと、まあ、コーナーキックを受け出すために、長距離砲。まあそのあたりを、取るようにしてます。あとは果敢なシュートライですね。まあそれが大事になってまいりますので、まあ今回はこの編成でいきたいと思っております。で星宮はね、長距離砲、そしてメンタルキャラということで、この高校的にはやりやすいのかなと思いますので、星宮でね、長距離砲を取っていきたいと思っております。はい、ではやっていきましょう。はい、ここからは普通にサクセスをしていきます。で注意事項としましては、高校金属のアクロバティック、そして K 君に取れるファンタジスタ、この2つは取らないようにしておきましょう。この2つ取ってしまうとヘディング、これが台無しになってしまいます。なので取らないよう、やっていきたいと思っております。はい、そしてこれはとりあえずアグエロでもいいかなっていう感じはしておりますね。うん、でこうですね。はい、これでいっときましょう。うん、ダブルラインで、メンタルね、体力は温存させていきます。オッケーです。まあ、今回、オフェンスキャラは1体。まあ、経験点は稼ぎづらいかもしれませんが、まあ、しっかりとラインボーナスで、筋力と敏捷を稼いでいければなと思っております。はい、そして、キャラが集まってるのはここ、いやー、ここキャラがいねえな。うん。やっぱりね、作中でやってると、高校キャラ3体4体編成。まあ、これがデフォになってきてます。なので、ちょっと、やっぱり2人となると、ちょっと少なく感じてしまいますね。はい。では、スピードいっちゃいましょう。で、これでスピードのラインは揃いました。で、柴原が進んでいきます。で、持って、どこ行こうかな。あ、フィジカルいいね。うん。でも、フィジカル、ちょっとしょぼいな。1が、いたらよかったんだけども、こっちの方が良さそうか。オフェンスの方がいいけど、まあ、オフェンスですね。うん。で、これで揃えていきます。ちょっとしょぼいけど、高校ボーナスもらっていきます。はい、OK です。無冠レボリューション。はい、で、一応柴原も動いてきました。うん、この練習後イベントね、結構大事になってます。しっかりと起こるようにしてください。はい、そしてメンタル来てくれましたね。OK。K、星宮、柴原。まあ、このあたりのメンタル結構鍵になってくるはずなんですよ。うん。皆さんもね、この立ち回りで、ちょっと悩んでる方は、メンタルキャラを、まあ、テクニックメンタルとか、まあ、その辺を入れると結構楽になってくると思われます。はい、K 君動いていきますね。OK です。はい、で、青野も動いていきます。父と息子。はい、メンタル。お、いいね。柴原のメンタルはありがたいよ。普通にこれ踏みたい。で、どう行こうかな。端っこでこれ揃えるのもありかなと思ってしまった。12を避けて11来て、で、12揃えてって感じか。はい、これできます。で、もう1ラインぐらい揃えたいけども、まあこれで行くしかないっすね。そんなに行ってもしょうがない。はい、ではメンタルいっちゃいまーす。はい、OK です。序盤はね、回転数も貯めないといけないということで、まあそこまで無茶はできませんね。はい、ゴーラーズ、はい。で、これは評価上げておきます、友人。まあ、K 君これも助かりますよね。うん。ゴールの匂いだけではちょっとしょぼいかなと思ったけど、やっぱこういうのがやっぱり K はね、経験でも稼げるということで、今回、採用しております。はい、とりあえずオフェンス上げときますね。とりあえずオフェンス上げる。うん。はい、で、スタミナも上げときます。はい、こんなもんでいいでしょう。はい、これでいきます。で、メンタルもありなんだけどなぁ。フィジカル行こうかな。いや、どっちだ。微妙だな。これスピードライン揃えたい。スピードライン揃えたいですね。メンタルいきます。スピードライン揃えていきましょう。結構スピードラインはありだと思ってる。で、できればここでラインも揃えてって感じですね。これ18と17はスルーでいいかな。これ行っちゃっ
たらきついよね多分ね。17が真ん中に行くのはきつい。あ、でもあれか、18から行けば一応ラインは揃うのか。はい、これ、あ、これでいいね。OK。はい、メンタル行きたいと思います。一瞬回転しなかったから、回数足らないかなと思ったけど、全然足りましたね。OK です。はい、星宮、いいよ。星宮メンタル鍛錬なんでね、体力の回復量も多いので、それは助かります。はい。自信を持っていける。OK ですね。はい、そして、柴原。あ、テクニックいいの来てるやん。スリータック来てるやん。ナイスですね。で、2を真ん中に持っていくのもありですが、ありですが、ダブルライン揃えていきたい。いやー、揃わないか。無理だな。ボーナス、ボーナス2って揃えないといけないが、さすがにそれはきついんだよな。はい。ではこれ、テクニックいきたいと思います。いきましょう。無冠レボリューション。はい。テクニックはね、こういう風に稼ぎましょう。最後の方になると、この技術、テクニックタッグも完走してくると思うのでね。うん。まあ、こういう感じで、テクニックキャラで集まった時に稼ぐと。技術は稼いでいきます。はい、あれこそ俺の理想だったよね。確かね、スマッシュヘッド。うん。まあ、今回ね、スマッシュヘッドは必ず入れた方がいいと思ってる。まあ、これはね、やっぱり、ボーナスがでかすぎる。3000点はでかすぎる。普通にね、コーナーキック限にしない場合なら入れなくてもいいですが、まあ、今回このスマッシュヘッドが結構鍵になってくるのかなと思ってますんで、やりましょう。はい。で、どうするか。どうするか、もう1ライン揃えて、で1を回転させて、こうかな、こうでいきましょうか。いやでもこれでいったとしたら無理か。ラインボーナスは乗せたいんですよね、乗せれるなら。はい、ではこれでいきます。ディフェンスいきましょう。まあ、正直ラインボーナスはかなり大事。まあ最後の方ね、サクチャレの場合はまあしっかりと方向ボーナスも大事なんで、どんどん揃えていくっていうのはあるんですけども、やっぱりラインボーナスが一番大事かな。うん。まあ、これをしっかりと揃えていく。まあ、赤ですよね。赤枠、青枠。この二つで揃えていくのは大事です。で、これテクニック行きたい感じはしておりますが、一回休みます。うん。休んじゃいましょう。はい、アグエロ、OK ですね。序盤はまだ休んでも大丈夫。まあでも、結局メンタルダック踏むから、そこまで体力いるかって言われると微妙だけどね。これ、どこ行こう。メンタル行くか。青野くん。でもメンタル、4人新しく光ってんのか。意外とこれオフェンスもありなんだよな。いや、これディフェンスでいいか。柴原が一発でいけんだよな。ちょっと前どころだな。ラインボーナスとどうせないしね。ここでいいかもしれない。はい。ではディフェンスいきます。いいです。回転数1減っちゃうけどね。大丈夫です。はい、ど根性。はい、で、メンタルですね。これはもうメンタルだ。メンタル、ダブルタック。ダブルタックなんで拾っていきます。で、これは1か。1行きたくねえな。うん、まあでも行くしかねえな。はい。で、ここで、ラインボーナスは乗りませんが、しっかりと能力を上げときたいと思います。はい。まあ意外とこのデッキでもね、最大値はあるはず。XS5、5ぐらいは行くんじゃないかな。最大値、もうちょっと行くか。ね、パワーとオフェンスの上限アップがちょっと少ないけど、まあ大丈夫なはず。はい、OK です。テントリアまで取れました。テントリア、ゴールハンターは必ず星3にしましょう。結構これボーナスでかいからね。はい、そしてここはどうしようかな。微妙な、こっちでやって、で、どうする、どうやるの正解。こうか。これでもいいけどな、微妙なんだよねこれ。うん、ここまでは正解のはず。ラインが乗らないな。やっぱりこれラインボーナス乗らないか。ラインボーナスちょっと回転数かけても乗せたいんだよね、こういう場合ね。ね、こう 4個回転すればなんとか乗る。いや乗らないか。パワーだけは乗る。できればスピードパワーが乗せたい。スピードパワーを乗せたいのだが、これでいけるか。いや、無理だな。もう一回転。こう。あ、これでいけましたね。OK。これはありがたい。まあ、高校ボーナス1少なくなっちゃいますが、ラインボーナス1増えると思うと、こっちの方がいいですね。はい。高校ボーナスは最終的に、8回、何回か、25回か、25回超えた後、3回ずつのターン
でも、ラインボーナスの場合は8回超えると毎回毎回、筋力減少で精神もらえますんで、結構でかいんですよね。なので、ラインボーナスは大事です。はい。で、スタミナ上げておきましょう。はい。OK ですね。はい。では、メンタルいきたいと思っております。はい、OK。いいね。まあ、序盤はね、このラインボーナスやっぱしょぼいです。でも、やっぱり8回超えたあたりが本当に強烈なことになるんで。まあ、しっかりと揃いましょう。あ、メンタルいきたい。メンタルいきたいが、これはスピードかな。さすがにね。で、これ、ボーナスも。うん。あれ、確率的ボーナスをしっかりと使いたい。ね。少しでも光らせておきたいから、まあ、このあたり使ってます。はい、OK。確率的のボーナスはね、しっかりと使いたいんだよな、やっぱり。うん。これを一マスにできるのはやっぱでかいよね。はい、OK。ホイップキックゲットです。ね、これは一回休んでもいいかもしれない。はい、休みます。あー、寝れないのは痛いな。で、星宮。金徳成功してね。1個目です、金徳。金徳ね、やっぱり星宮成功率低いんですよ。まあ、これがね、結構今苦労します。まあ、これ単純に2列揃えるか1列揃えるかって感じなんだよね。どうすっか。もうこうやれば一応パワーも残るしね。でも1列しか揃わない。うん。まあいいや。ここボーナスは1列です。はい、メンタルいきます。OK ですね。まあ90はね、だいぶ安定してできるようになっているから、まあある程度高校ボーナス除いてもいけると思う。まあこのセクションで40ぐらいはいきたいけど、まあいけるでしょう。あと9だからね。いけると信じたい。はい、ではこれでいきましょう。で、ここで、いいじゃん、テクニック。いいじゃん。それ大事。で、ここ、ダブルライン。いやー、ダブルライン揃えれるけどな。揃えれるけどなって感じですね。うん。アイテクニックいきます。まあ、ここはしょうがない。もうしょうがない。うん。そんなに無茶できなかったしね。上に確率式あったけど、まあ、あれは使った方が良かったかな。まあ、でもそんな回転数余ってねえんだよな。まあ、どうしようかな。これメンタルかテクニックどっちでもいい。でもこれはテクニックかな。うん、ドリンク使ってテクニックいこう。で、パワータイプを揃えていきたい。パワーを揃えていきたい。だよね。普通にこれワンラインだけでいいよね。まあ、一応ここキャラだから4ライン、いや、2ラインだけどね。で、パワーが8回になりました。8回になりましたね。あと1回、次から200、100もらいます。筋力200、精神100もらいます。これがでかい。はい、これは下ですね。諦めない。はい、そして、あ、メンタルでもいいな。あ、ディフェンスか。柴原か。悪くはねえな。悪くはねえ。でもこれ、メンタルの方がいいかもしんないな。普通にね、ここは。だってダブルラインは揃ってないか。で、これでバランスでしょ？で、スピードも、いや、これはもうこのまま行こう。うん。スピード揃えようと思えば揃えれた。けど、いいです。はい。で、スマッシュヘッドゲットです。OK。ナイスです。成功してくれましたね。あとは星宮だ。はい、これはテクですね。これは確実にテクです。で、2ラインを揃えていきたい。できれば、5ライン。5ライン行きたいんですけど。あ、5ラインはいけるね。まあ、便所はしょうがないか。はい、一応これで、ラインボーナスもなりますね。スピード、パワー。はい、で、技術振っときます。うん。まあ、サクチャレなんでね、オフェンスも大事だけど、テクニックもしっかりと上げたいね。うん。普通に、うん、もう自分的にはテクニックの方が大事だと思ってます。はい。サクチャレじゃね、ごめんなさい。パワフルサッカー杯か。はい、OK ですね。ラインボーナスが乗ってきます。これ熱いな。こっからが熱くなってきます。はい、これは福井部でーす。はい、セクションクリア。8833ということで、セク3やっていきましょう。で、回復しておきましょう。回復しておきます。
はい、そしてメンタル、上のボーナス使いてえな、上のボーナス使いてえなっていうところですが、どうしようかな。上のボーナス使ってパワーつけるか。まあ、回転数ちょっと余ってるんで、こうかな。うん、バランスでもいいか。バランスいっか。いや、でもパワーつけたいんだよな。筋力の方がいいんで、バランスはね、まあ、メンタル練習の練習レベルが上がるのはありがたいけど、違うんや。あ、でもこれ、ボーナス乗せればいいのか。そうだよな。ボーナス乗せれば。いや、でも回転数かかるんだよな、このボーナス。で、これ。いや、違うな。こうでやるか。で、ボーナスを真ん中に持っていければ。お、いった、うまい。オッケーオッケー。こっちの方がいいわ。はい、オッケーです。いいね。メンタルダック。いい。いい。今のはいい。はい。で、メンタルの練習レベルも上がってきましたね。オッケーです。はい。これは体力が役だったよね。確か。なかなか来ないイベントね。はい、オッケー、体力回復。で、ここでメンタル、フィジカル。これは、微妙だな。で、オールマイティが増えてまいりました。オールマイティが増えてきたということで、まあ、ラインは揃えやすくなってます。でも、これはね、枠が少なすぎる。光ってるところが少なすぎる。はい、ディフェンスいってきます。はい、そして柴原、あと1回です。で、矢部坂くん、回復もらっときましょう。はい、そしてメンタルでもいいな。あ、オフェンスか。そうだね。うまいこと揃えていきたいね。スピードタイプで揃えていきたい感じはする。で、微妙だな。ちょっと微妙だな。どうしようかな。こういって、こうか。スピードラインが結構大事だから、敏将ね、スピード103とかにしたいんですよね、やっぱり。スタジアムならスピード結構大事だからね。はい、ではこれでいきます。オフェンスいってしまいますが、ちょっと能力振っときますね。オッケーオッケー、経験点は出てきてるよ。経験点はしっかりと出ております。で、ここからは特能が結構大事なんでね、特能をしっかりと抑えます。はい、オフェンスいきます。オッケー。特能優先。これ大事ね。あれ、柴原失敗した。エアマスなしか。まあまあまあ、いいでしょう。エアマスなし、しょうがない。で、メンタルに、あ、柴原 OK。柴原がいた。で、これは、待てよ。パワーを揃えたい。はい。で、メンタルいきます。今のちょっともったいなかったか。まあいいや。まあ、回転数はある。はい、パワー。いいね。赤ライン揃ってきます。オッケー。メンタル、あ、でも、テクニックいきたいな。でもメンタルだな、これは。で、青を揃えていきたい。青でいきます。青。はい、これでいきます。あ、でもこれ、揃うんじゃね？あー、無理か。まあいい。これでいきます。はい、メンタルいきます。青1でも揃えれば十分です。ワンチャンバランスと思ったけど、違った。はい、そして、K 君が終わっていきますね。はい、終了でーす。はい、そして、メンタルは来ない。で、オフェンステク。オフェンスちょっとしょぼいな。ちょっとしょぼいな、これ。一回休もうか。一回休みます。はい、OK。今のはちょっといいとこはなかった。まあ、ラインボーナス揃えるぐらいだったね。メンタルで。微妙だな。これ、緑なんだよな。緑のラインボーナスなんだよな。精神はそんないらんけどな。まあ、行っとこうか。何も行くとこないよ。まだいいだろ。回転数5もらえるし。はい。では、テクニック行ってきます。はい。で、星宮が残り。いや、これは福井部か。福井部か。で、体力回復もらっておきます。
はい、そして、うん、特能を取りますね。特能。うん、スマッシュヘッド。特能は抑えてください。ファンタジスタは取っちゃダメです。アクロバティックも取っちゃダメです。はい、そして、ここは、いいとこねえな。テクニック行くのもありだな、普通にね。で、多分、ボーナス、届かねえんじゃね？うん、届かないと思う。これ、スノーにテクニック行って次のライン、次のターンだな。うん、スピードライン揃ってるしね。はい、ではこれでテクニック行きます。OK です。いいね。カラーボーナス、OK。カラーボーナスもうそろそろ終わりですね。マックスまで行きました。こっからが稼ぎ時。パワーとスピードで稼ぎましょう。あ、スピードだ。スピードだと。で、いや、ここに敏捷を使いたくない。微妙だな。あ、こうでいいのか。はい。このね、意外とラインボーナス揃えるのにね、4コマ。4コマ揃えるのが結構大事。結構ミソです。これ結構揃えやすいですね。あ、やってまった。敏捷ちょっと溢れたね。4溢れました。まあいいです。もうこっから敏捷大量だからね。筋力も大量です。だからこっからはテクニック、メンタルタック。連打してくれるとありがたい。パワーというよりかはそこですね。相手エントリア、あと1。ゴールハンターあと1。いけますね。特能的にも問題なくいけます。アイメンタル OK。ダブルタック、これでかい。で、パワータイプ揃います。ね。で、ワンチャンスピード。ワンチャンスピード、来た。来た、パワースピード。これでけえんだわな。で、これだって、筋力350、敏捷200、精神100だからね。これマジででかいと思う。こっから技術。技術、精神。特に技術ですね。まあ、精神は、まあ一応パワーボーナスでも乗るからね。まあテクニックタックに集まってほしい。あ、メンタルか。あー、これはパワーだな。盤面的にパワーですね。盤面的にパワー、さすがに。だよね。こうかな。うん、パワースピード。OK ね。とりあえずここ行って、筋力が余るな。あー、点取りは取れない。点取りは取れないか。プラスヘッド。で、パワーマックスにしなくてもいけるね。はい、行ってきます。あ、でも350か。危ねえ危ねえ。高校ボーナスが乗って危なかったですね。はい、そしてメンタル。OK! ダブルタック。いいよ。これ。いや、もう多分パターン入りましたね。パターン入りました。うん。上限がオフェンスパワーと、テクニックと微妙なバッチ使ってるんであれですが、あれですけども、査定値的にはこれ多分かなり上がります。いや、そうか。そうきたか。微妙なのが来てますね。これはもう一応使いません。うん、柴原使いません。余裕があるんで柴原使いません。はい、チームメイトの評価 OK。上がったよ。で、セクションクリア17,961。まあ、このデッキね、普通に、この高校、ね、高校キャラ2人いればなんとか稼げるんですよ。うん、それはでかいよね。ほんとでかい。で、意外とそうだな。モモキ入れなくてもスピードのライン揃えてるのはでかいと思う。そのムーブなんだよな、結局な。ムーブが大事です。あれ？あと2しかないのか。あと2しかないのか。2しかないのはきついな。こうだな。こっちが正解だな。あ、いけたわ。OK。こっちもいけた。はい。では、これ、オフェンスいっちゃいます。ラインボーナスで、でかいです。ほんと、ラインボーナスだけで、これ、650だからね。うん、経験値でかすぎ。まあ、タックも大事ですけど、やっぱラインボーナスだね。はい。経験、OK です。で、これは下ですね。体力消費したくないです。はい。そして、メンタルですね。これは体力を温存していきましょう。てか、今回ドリンクの余るかもね。まあ、いいや。で、ちょっと、これはもうこれ以上できない。はい。では、メンタルいきますが、能力振ってきます。はい。いっちゃいましょう。メンタルいきます。はい、OK です。リボリューション。はい。
で、スピードね、105とか多分余裕だな。これうまいことやればウィングもいけるぞ。このラインボーナー使えばウィングいけるぞ。ね。スピード、いいね。あ、これウィング作りたくなってきた。ウィング作りたくなってきました。筋力。まあ、パワーの上限できるもんね。柴原。そうだな。で、青キャラを2人いればいけるんでしょ？いけますね。いけるいける。はい、長距離砲。長距離砲だけは失敗しちゃダメ。オッケー、成功。弾丸シューターも一応、ポイント的には高いからね。で、これ、スピードいこうか。ドリンクはあるから。ドリンクはあるから。ん？これでいこうか。なんか微妙だよね。こっちの方がいい？これを一生懸命揃える？こうか。こうでいきましょうか。はい。これでいきます。はい。民衆が余裕。てか、筋力を使いたい。筋力ね。うん。筋力使うとこあるね、いっぱい。いっぱいあるわ。はい、重戦車弾丸シュートね。はい、ど根性ね。これでいっときます。はい、行きましょう。はい、では、スピード、ドリンク飲んでいきます。はい、スピードいきます。OK です。レボリューション。はい、で、回復ね。うん、もうドリンクは足りると思うんだよな。メンタル。お、あー、一人か。ここででかいタックならでかかっいいんですけどね。うん。技術稼ぐにこうしかないからね。でも、これは普通に終わらせていこうか。これは普通に終わらせていきます。はい、テクニックいきましょう。ラインボーナス。いや、カラーボーナスなしのラインボーナスのみか。はい、そして残り5ターン。勝負は5ターン。あー、これフィジカルか。メンタルきてえな。盤面上。こっちか。行くか、これで。スピード取ります。民衆取りましょう。で、筋力も稼げてますね。はい、これでいきましょう。敏将余裕だな。もうスピード乾燥しちゃったよ。103いっちゃったから。まあ一応少しは敏将稼いで。はい、オフェンステクニック一人か。微妙だわな。ここでスピードでしょ。うん、バランスでしょ。まあこれでいくか。はい、ではオフェンスいきます。ドリンク飲んでいきましょう。パワーも108、余裕だな。はい、ではオフェンスいきます。ちょっとテクニックかメンタルに来て技術稼ぎたいな。うん、まあ、精神も一応。てかバランスタイプ結構揃ってない？意外と揃ってる気がする。あ、ダブルタック OK。 これはありがたい。これはいきますがどうしようかな。スピードで揃えたい感じはしている。違う、こうか。これでいきます。はい、ではテクニックいきます。で、残り3ターンで6か。まあ終わるとは思うんだけどね。はい、オフェンスいっときます。ではこれ、テクニックいっちゃいましょう。はい、オッケー。技術結構稼ぎました。オッケー。あ、やべ、ごめん、民衆溢れた。ごめんなさい。で、サクッとピンちゃん。じゃないのか。しっかり前半後半いっちゃいたいと思います。臨床溢れたね。まあ、この辺取っておきますよ。試合では結構大事だからね。その辺も。はい、技術。はい、ではこれでいきたいと思います。いきましょう。はい、4対1終わりました。無事終わっております。じゃあ残り3ターンね。メンタルタック1回ぐらい来てほしい。技術稼ぎたい。メンタルテクテクぐらい行くかな。あ、メンタル。OK、ダブルタック。来ましたね。いい感じのダブルタックが来ております。で、ここら辺で、どうすかな。ボーナスまでいっといて。あー、違う。そうやない。こっちか。いやー、パワータイプで揃えるか。しょうがないな。あー、精神溢れるな、これ。精神溢れまーす。まあ、こんなもんでいきましょう。はい、メンタルいきまーす。技術も大量です。で、筋力ここでもらえますね。ありがとう。でけんだよな、こういうタックはね。本当に。うん。精神溢れるし。
はい、オフェンス109。うん。まあ悪くはねえな。で、テントリアがあるから、ちょっと筋力のパワーボーナス、もらいたいね。もらいたいね。てかフィジカル。あ、来てる。あ、これはもうフィジカルだ。これはフィジカルで、で、どうラインを揃えていきますかというところなんですが、まあこれで、いやー、これで終わらせたいな。うん。あ、待って。まあ、筋力溢れちゃうのか。まあ、いいや。まあ、でも、これだけあったら、足りるっしょ、重戦車も。ね。重戦車も、足りる。問題ない。あと7。ちょっと使いたいな。ドリブラー。OK。これでいこう。で、これでフィジカル、いっときましょうか。どうしよう。これ、盤面直す？こうしよっか。こうします。はい。では、いっちゃいまーす。筋力ちょっと溢れる持ってなかったんでね。はい。学校ボーナス。トータルボーナススピード差。うん。まあ、筋力溢れますけどね。どの道。どの道溢れますが、いいです。はい。で、重戦車も取っちゃいます。で、ここで問題なく筋力は取れてます。ね。あと、技術がちょっと欲しいな。テクニックタック、ここで来てほしい。で、パワーボーナスか。テクニックタックのパワーボーナスが来てくれると嬉しいかな。うん。あ、テクニックいるね。あ、ダブル、ダブル。おい、オッケーオッケー。パワーボーナスは無理だな。無理だな。多分ライン的に足らねえよ。ちょっと、え、待って。待って、これきついな。普通にきついよ。15を。いや、きつ。もうこれを普通に揃えるしかないね。揃えます、これで。いきます。はい。では、テクニックいっちゃいましょう。はい、技術採用。まあ、筋力はもう大丈夫だと思いたいんだよね。はい、OK です。で、テクニック、ドリンク飲んでテクニックいっちゃいましょう。はい、OK です。いいですね。で、適当にこの辺も練習いっておきまーす。はい、テクニック、フィジカル、フィジカル。アグエロ。はい、オッケー。で、サクッとピンちゃんいっちゃいます。ドリンクはありません。で、スピードスターも取り切って、アクロバティックは取りません。アクロバティック、ファンタジスタは取りませんと。これは絶対取っちゃダメ。はい、ではこんなもんで、いってしまいましょう。いきます。はい、オッケー。2対0終わりました。はい。では、残り1ターン。メンタルでいいかな？メンタルでいいかな？メンタルでいいね。メンタルいっときます。おー、トリプルタック。まあ、精神足りてんだよな。はい、サクッとビンちゃんいっちゃいましょう。うん。フリーキックもいらないな。正直、こいつにフリーキック蹴らすつもりないし。はい、ではこれでいきたいと思います。いきましょう。はい、2対0無事終わっております。ということで、意外と経験点出たよね。こういう特攻選手を作りながら経験点を出せる。この無冠効果は強すぎる。3万2、3000点はいってると思うな。うん。いけました。ね。やっぱ、メンタルタックって重要だなと思いましたね。あと、ラインボーナスって重要だな。はい、では今回は、こんな感じ。3万3000。はい、振ってまいりました。ブラストヘッド要因はこれで終了でございます。うん。XS、どれぐらいいった？はい、XS の5ということで、特攻選手でもここぐらいまでいけます。皆さんもぜひ、ね、こういうものを使って、パワフルサッカー頑張ってみてはいかがでしょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。本日は以上とさせていただきます。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよなら。